結婚式場を探しているお客様のご案内、結婚式当日までのお打ち合わせ、また当日の運営が主な仕事内容となっております。ご新郎ご新婦様と長いお時間をかけて素敵な一日を作り上げてまいります。ご新郎ご新婦様、ご両家ご新郎様にとって一緒に一度の特別な時間に関わることができまして、最後にはありがとうというふうに感謝の言葉をいただけるのが非常にやりがいな部分でございます。ご新郎ご新婦様からはもちろんでございますが、最後親御様方からも市川さんありがとうというふうにおっしゃっていただけると、本当に当日までしっかりやってきてよかったなというふうに感じます。一組一組お客様のご要望はやはり変わってまいりますので、そのお客様がどういったご要望をお持ちかというところをしっかり聞き出した上でご提案をしていかないと、お客様のご要望とは合わない形になってしまうので、まあ一組一組お客様の話をしっかり聞いてそれに合った提案をするというのが楽しい部分でもありますが、非常に大変なところでもございます。結婚式を挙げた場所はご新郎ご新婦様にとって非常に特別な場所になるかと思いますので、将来お子様ができた時などに再度ご訪問いただいて、その当時のお話をしていただいたりですとか、そのような特別な場所としてあり続けるために、今後も数十年とですね、長い間式場運営をしっかりしていきたいというふうに思っております。仕事内容はエルブライトハウスに来たお客様にエルブライトハウスで結婚式を挙げてもらえるよう、館内案内、見積もり説明などを行っていきます。で、2人と直接会って打ち合わせをすることがメインですが、それ以外ですとメールでのやり取りを日々行っています。メールでのやり取りで打ち合わせ日などを決めていきます。また当日の結婚式を仕切っていきます。各部署の方に指示を出したり、会場内ではお二人を誘導したり、キャプテンの力に当日はかかってきます。エルブライトハウスでは一貫施工なので、新規接客、打ち合わせ、当日のキャプテン、すべて自分で行うことができます。打ち合わせしてきたことが当日自分の目で見られること、打ち合わせの時には見ることのできない幸せそうな笑顔を見られることが一番のやりがいです。結婚式の費用が高額になるので、お客様に不快な思いをさせないよう、自分のことよりお客様のことを第一に考えて行動しなければなりません。また新郎様、新婦様ともに働いているお客様が多いので、夜遅い時間からの打ち合わせもあり、勤務時間が不規則になることがございます。エルブライトハウスで結婚式を挙げてよかったと言ってもらえるのはもちろん嬉しいですが、高橋さんが担当でよかったと言ってもらえるように、常に2人に寄り添っていくことを心がけています。